映像にはカメラのクオリティと同じぐらい大事なものがある。そう、マイクだ。いかにいい映像が撮れていても、音がノイズだらけだとどうしても映像を見る気にならない。映像を作る上でのエチケットでもあると思う。気軽に Vlog などでマイクを使うとき、ソニーのマイクが圧倒的に最強なのだ。今日はその話を詳しくじっくりとしていきたい。どうも、ケイスケです。最近ですね、ソニー以外のカメラがちょっと気になったりしています。例えば先日発表された、もうちょうどねこの動画が出てるタイミングでは発表されてると思うんですけども、ニコンの Z6III、 今のところ僕は全然噂しか知らないんですけども、とかね、パナソニックのルミックス S9 とか、この辺のカメラすごくね僕はメインで使いたいなと思ってるんですよね。まあ理由としてはいろいろあって、普通にこうまあ一個としてはね、ちょっとソニーの描写も飽きてきたというか、まあ飽きたわけじゃないんですけども、やっぱりね、こうなんだろう、ガジェット好きカメラ好きとしていろんなカメラ使ってみたいなという気持ちもあって、ずっとソニー使ってきたんで、やっぱこうルミックスとかニコンとか他のカメラ使ってみると、あ、こんな色出るんだとか、そういう楽しみも自分に増えるかなということで他のカメラも使ってみたいなと思っているんですが、Vlog 用途、主にねやっぱ僕は旅行に行くと Vlog で動画撮ったり、まあ、もちろん写真も撮るんですけど、写真も動画も併用しながら撮影することが多いです。でそんな中でやっぱ Vlog 用途になった時にソニー以外をねなかなか使えないんですよ。でもちろんね、いろんな理由があります。ソニーのカメラは本当に資格がないカメラ、まあ、トラベル用途で使う僕にはめちゃめちゃぴったりのカメラが多いので、まあ、コンパクトさとか、オートフォーカスとかそういう点も含めてすごくいいんですけども、その中でも特筆してもうこれは大事だというのが音マイクなんですよね。特にこのマイク、このマイクのおかげで僕ねなかなか他のカメラを Vlog として使えないんですよね。そんぐらいこれがねめっちゃ神マイクなんですよ。ということで昔ね、このマイクの話もしてあるんですけども、改めてこのマイクについてめちゃめちゃね使い込んできて、うわこれやっぱ最高だわってなってるので、ちょっとその思いとともに紹介させてください。早速いってみましょう。はい、ということで今回は Vlog に使うカメラのお話なんですけども、まあこのマイクのお話ですね。マイクマジで音って大事なんですよね。結局映像の質っていうところで言うと、ソニーもニコンもルミックスもまあほぼ同じぐらいの写真だったり動画で撮れると思います。まあもちろん細かいところは特性としてあるんですけども、まあある程度実力とか編集でカバーができる部分っていうことで、もうほぼ同じ画質で撮れるなという感じでいいと思います。なんですけど僕がこだわってるのは映像もそうなんですけど音なんですよね。音って結構大事で、例えば Vlog とかでめちゃめちゃ映像は綺麗なのにずっと風のボーって音入ったら嫌じゃないですか。結構僕だったらすぐね YouTube とかに離脱しちゃうなと思います。そんぐらい音っていうのがクリアに聞こえてるかっていうのはめちゃくちゃ大事な要素だと思うんですよね。で、いろんなマイク使うんですけども、まあ、主に、Vlog で使うマイクっていうと、こういうカメラの上につけるタイプのマイク、ガンマイクってやつですね、とかあとは、ピンマイクっていうジャンルのものがあります。今ピンマイク使って喋ってますけども、その2択があって、僕はねこっちのガンマイクタイプが好きなんですよね。理由としてなんですけども、まあ、ピンマイクで言うと僕が使ってるのはこちらのホーリーランドさんのラーク M2 っていうねマイクなんですけども、これめちゃくちゃ確かにいいんですけど、ピンマイクっていうのは基本的に口の周りの音しか取らないです。なんでここにつけてあって、この辺の周りの音を中心に取ってくるんですよね。なのですごく自分の声っていうのはクリアに入ります。なんですけど、周りのなんか雰囲気、例えばあっちでやってる祭り林の音を取りたいとか、そういう時にすぐ取れないっていうのはデメリットなんですよね。ガンマイクだったら例えばソニーのカメラでよいしょ、はい、こうやってねソニーのカメラの上につけてこうやって撮ってれば自分の前の音拾ってくれるし、 あっちの音撮りたいと思ったらこうやってカメラを向ければそのまま前の音撮ってくれたりします。なので Vlog でも周りの音を含めて撮れるっていうのはこのねガンマイクのすごくいいところだなと思います。あともう一個ね気になりそうだなって思うところがやっぱ電池の問題で、どうしてもこのピンマイクってだいたい 3,4 時間しか持たないんじゃないかな。どうだろう、例えばこのラーク M2 のバッテリーだと10時間も撮れるんだ一応あ、そうなんだ、知らなかった。
10時間撮影ができるんで、まあ、かなりねこのラーク M2 の場合は持ちますね。この本体というかマイクだけで10時間なんで、そうなんだ、知らなかった。まあ、なんでこいつ自体はバッテリー持つんですけども、なんかとはいえ接続ができてるかなとか、あとはバッテリーを気にしながら歩かなきゃいけないっていうのが僕あんまり合ってなくて、まあ、あとは絹ずれっていう、要はこのね中に入ってていつの間にか音こもっちゃってるとか、服のね擦れる音が入ってるとか、なんかその辺も気になっちゃいそうなんで、結局僕はねガンマイクを使うことが多いんですよね。でそういう風になった時にやっぱりこのねガンマイクっていうジャンルで言うとソニーがめちゃくちゃ強いんですよ。ソニーのですねマイクシリーズいくつもあるんですけども、その中でも僕はかなりいいものを買っていて、僕が使っているのはこちらの ECM-M1 っていうねワイヤレスマイク、まあこれちょっと高いんですよね。確か 4,5 万ぐらいするマイクなんですけども、これがもう僕にとってはぴったりというかマジで相性がいいんですよ。で、何がいいかっていうと、まあ後ろのね、ここの部分、この背面の部分があるんですけども、ここで、1,2,3,4,5,6,7,8種類の指向性っていうのを変えられます。指向性っていうのはマイクのどっちの方向の部分の音をメインで取りますかってやつですね。例えば、A 指向性、超 A 指向性っていうのがあるんですけども、それってもう本当にこの前の音しか取らないとか、あとは無指向性っていうモードにするともう全体の音取ってるよとか、このね後ろだけを音取りますよとか、そういうモードにも変えられるんですよね。まあ、そのね指向性を変えられるっていうのはめちゃくちゃ便利。プラスしてこのマイクですね、新しいソニーのカメラとかだとバックアップの機能がつけられるんですよ。これねちょっとニッチな話なんですけども、このマイクをソニーにつけた時に何チャンで収録するか、要は音のねチャンネル、まあ、こんな感じのね要はインジケーターをチャンネルっていうんですけども、このチャンネルいくつで録音するかを2チャンか4チャンかで選べるんですよね。で4チャンで録音しておくと、最初の 1,2 チャンにはこのねマイクから撮った音、マイクの指向性に合わせて撮った音っていうのが収録されて、バックアップ用として3チャンネル4チャンネル目にこの指向性関係なく周りの音このマイクで自動で撮りますよ、無指向性で撮りますよっていうのが3チャン4チャンに収録されるんですよね。なんで結構僕はね Vlog でこれ使ってるんですけども、前からの音、例えば、A 指向性っていうのにして、この前からの音だけしか撮りませんよみたいなモードにしておいて、バックアップ3チャン4チャンに入れといて、例えばこうやってね、自分のパートナーとかに話しかけた時にパートナーの声はクリアに聞こえるけど僕の音はめっちゃこうノイキャンされたようなこもった音になっちゃうんですよね。それをバックアップの方から読み込んで、後ろの音はバックアップで使って、前の音はこのままマイクの音で使うよみたいなことができるんですよ。そういうミックスさせるってことができるんで、めちゃくちゃそれが便利なんですよね。これちょっと伝わるかな、ニッチだよね。で難しいんですけど、そういうのができます。はい、外に出てきました。今これ α7C2 とソニーのマイク ECM-M1 で撮影しております。ちょっと車沿いだと車の音入っちゃうかな。めちゃめちゃ音がクリアだと思うんですが、どうでしょうか。僕はですね結構このマイクを使って Vlog 撮ることが本当に多いです。でちょっと後ろの音も撮りたいんですけど、はい、ということで今撮影して声は後ろから入れております。普通のねマイクとかだと、結構ねなんかノイキャンかかったようなこもった音になっちゃうんですけども、これはねバックアップの、音の部分、チャンネルを使っているのでかなりクリアに聞こえてると思います。いかがでしょうか。こうやってね後ろから喋ったりしても全然余裕ですね。はい、という感じでこのソニーのマイクとかだと、まあ、ケーブルレスでコンパクトっていうのもあるんですけども、プラスして前からの音だけじゃなくて後ろからの音っていうのも復元することができます。なんで、まあ、自分一人がねこう喋る分には別にねそんな関係なかったりするかもしれないんですけども、例えばパートナーと動画を撮るとか、そういう時に僕はこうねなんだろう、カメラを向こうに向けて喋るとかだったら、パートナーにこう喋ってもらって、自分の声も後で入れたいなと思った時にバックアップからね撮れるっていうのがかなり楽だなというふうに思います。ちょっと他のマイクも試してみましょう。はい、ちょっとマイク切り替えてみました。ごめんなさい、さっきまで手ブレ補正、スタンダードっていうちょっと弱めのモールで撮ったんでブレったかもしれないです、ご了承ください。で今ですね、ロードのビデオマイクプロプラスというマイクに切り替えてみました。このマイクはね結構音が良くて、前からの音のこう低い低音の部分もしっかりね入ってくれる結構いいマイクです。でこのマイク僕もねお気に入りで使ってるんですけども、やっぱ弱点がその後ろからの声の話ですね。ちょっと前にねカメラを持って喋ってみましょう。はい、こちら、後ろから声入れてます。いかがでしょうか。このねロードのビデオマイクプロプラスは本当後ろからの声拾わないので、かなりね音がこもってるんじゃないかなと僕は思います。どうでしょうか。まあ、こんな感じでね、ちょっとどうしても2人で喋るとか、後ろから声を吹き込むっていう時にはこのマイクは結構苦手だなっていう感じがしますね。はい、いかがでしょうか。結構音違ったんじゃない。
ね、あの意外な違いがあったと思います。ということでスタジオの僕に戻します。でソニーのマイクはそういうバックアップとかそういう機能ができるプラスコンパクトプラス音がいい&ケーブルレスなんですよね。このカメラのね上のホットシューの部分にピュッとつければもうこれだけで使えちゃいます。ケーブルとかいらずに使えちゃうっていうのがかなり便利です。ケイスケの動画で、まあ、そんな感じでソニーのマイクを愛してるよという話なんですけども、これに匹敵するマイクが他のメーカーでない。もうこれはねないです。なんかね僕もいろいろ探したんですよ。あのこういうね、ロードのビデオマイクプロプラスって、まあ、このマイクもすごくいいマイクなんですよ。このマイクもよく使ってるんですけども、これとかあとは MKE200 っていうね、このマイクとかも使ってるんですけども、やっぱね細かいところでちょっとソニーのマイクには勝てないなって思ったりします。まあ一個はやっぱケーブルですね。どうしてもソニー以外のカメラだと今はケーブルが必要になる。特にねこういうコンパクト系のマイクだったらケーブルがどうしても必要になっちゃうので、結構それが一個しんどいなって思うポイント。あとはですね、こっちのロードのビデオマイクプロプラスとかだと音はいいんですよ。音がね結構前の低音が取れるので音すごくいいなって思うんですけど、じゃあ例えばこうやってねよいしょ撮影するっていう風になった時に、家でね置いて撮影するって時にはめちゃくちゃいいなと思うんですけども、やっぱこう大きいっていうのもあるし、あとこうやって喋った時にさっきのバックアップみたいな機能がないから前の音はクリアに取れてるんですけども、めちゃくちゃ後ろのね僕の声っていうのは全然入ってないんですよね。結構もう本当にノイキャンかかったような、むしろノイズになっちゃうみたいな音で入るんで、結構それがしんどいなと思っています。まあ、逆にそういう Vlog の用途で使うんだったらもうこのマイクを絶対に後ろから喋らないとかね、もう喋るときはこうやって喋るっていうのを徹底するか、もしくはこのね MKE200 ゼンハイザーの MKE200 っていうね、このマイクはすごくコンパクトなんですけども、中身がこのねロードのビデオマイクプロプラスとはちょっと違って、こっちねスーパーカーディオイドっていうのがね採用されてます。このねスーパーカーディオイド、また難しい話なんですけども、このねスーパーカーディオイドっていうのは何かっていうと、マイクの中の収音のシステムみたいな話なんですけども、こうやってつけた時に基本的にはこの前の音取るんですけども、スーパーカーディオイドっていうのはこのね背面ちょっとだけ音取ってくれるんですよね。なんでこう前の音プラスちょっと狭い範囲なんですけども真後ろの声も取るみたいな感じのマイクになってるんで、こういうマイクであればまあ割かしねこうやって相手と会話してもスムーズに使えるんじゃないかなと思います。なんでもしソニーのこういうカメラを使いたくて同じ音で使いたくて、それでしかもコンパクトにしたいよっていう場合はやっぱねこのゼンハイザーの MKE200 になるのかなとは思うんですけど、一応ね音質こんな感じで比較してみます。はい、ということでソニーのマイクに切り替えました。今ソニーのマイクで、撮影しております。 ECM-M1 ですね。前からの音がこんな感じ。今、マイクの方は A 指向性っていうモードで前の音だけをこう拾うような形のモードで撮影しています。で、後ろから喋ってみるとこんな感じですね。後ろから喋るとこんな感じの声になります。これもバックアップから復元させているので声がそこそこクリアに聞こえてると思います。いかがでしょうか。はい、何を撮ってるのかはもう分かんないですね。ここのね図書館、僕家の近くなんですけどもすごく好きな図書館で結構たまに行ってます。でも閉まってることが本当に多い。ということで、MKE200 こちらのマイクだったらこう後ろからの音ちょっとだけ拾ってくれるんで、それもね試してみましょう。はい、ということで MKE200 に交換しました。かなりねマイク自体は小さくてコンパクトでいいですね。で、これも前の音をしっかり取ってくれるんですけども、スーパーカーディオイドと言って後ろの音もちょこっと拾ってくれる、まあ、マイクという風になっています。結構ね音としてはやっぱ僕はねソニーの方が好きなんですけども、いかがでしょうか。まあ、ソニーの方がやっぱ一段こう立体感があるかなという感じが僕はします。ちょっとだけこうね MKE200 はなんだろう、立体感が失われたような感じに聞こえちゃうんだけど、どうでしょうか。ちょっと後ろからの声も試してみます。はい、後ろから喋っております。どうでしょうか。さっきのロードのビデオマイクプロプラスよりはあのクリアに入ってるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。まあ、例えばドキュメンタリーとかだったら自分の声あんまりいらない、もう相手の声だけ取るので、そんなに自分の声いらないので大きいマイクでもいいと思うんですけども、やっぱ Vlog で自分の声も入れたいよっていう風になった時はこういうねちっちゃいマイクの方が逆に言うとちょっとだけね撮影が楽なのかなっていう風に僕は思います。ほい、検証いかがでしょうか。まあ、こんな感じで音質確かめれたと思います。まあメインはねソニーのマイクで、あとはロードのマイク2つ、今回の動画で検証してみたので、ぜひじっくり聞き比べてください。ということで、スタジオの僕の方に戻します。
まあ、僕はこれ聞いて一段ソニーの方がクリアに聞こえちゃうんですよね。でプラスしてやっぱりね、さっき言ったバックアップの機能っていうのがあるので、まあ、前の音もやっぱねクリアにもっと集音できるし、プラスして後でね編集でかなり自由度が上がるっていうのも含めてソニーの方が扱いやすいなと思っちゃいます。まあ、さっきのね Vlog の話で言うと、後ろからの声は必要な時だけバックアップから呼び出してくるみたいな形で僕は使ってるので、このマイクの場合って常に前の音と後ろの音どっちも取っちゃってるんですよね。こっち側、僕側が喋んない時ってこっちの僕の例えば鼻息とかそういうのがノイズになっちゃうんですよ。そういうのが入っちゃうんで、まあ、やっぱ最高はこのソニーのマイクだなと思っています。ケイスケの動画、はい、どうで、Vlog に大事なマイクのお話をしてきました。本当に、まあ、Vlog ないし動画っていうのは音がめちゃくちゃ大事な要素の一つになってます。結構ね、動画とか Vlog っていう話をすると映像に目が行きがちなんですけども、映像以上に僕はね音っていうのがすごく大事だと思っていて、映像がいくら綺麗でもめちゃめちゃ音が悪かったらやっぱね人って見たくなくなるんですよね。なんで、できる限りノイズを減らす、第一歩としてはノイズを減らす音っていうのを目指して、プラスしてもう一個上の段階で魅力的な音、音によって人を引きつけるっていうのをね目指したらすごくいいんじゃないかなと思っています。でそういう動画作りをするためにやっぱね僕にとってはソニーのねこのマイクないしね、このマイクが使えるカメラっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。まあ、今回の話ちょっとね一個の参考にしていただいて、ソニーのカメラ使ってるよという方はぜひですねこのマイク、もちろんねあの対応非対応のカメラもありますので、それも確認していただいた上でこの ECM-M1 使えるカメラを持っている方はぜひね使っていただいて、もし持ってない、他のメーカーのカメラを使ってるって方はさっきの言ったスーパーカーディオイドっていうね、方法のマイクであれば後ろの音もちょっと取れてますので、そういうのね、ちょっと調べてマイクを買っていただいたりとかして、でこうメーカーさんにね、このソニーのマイクみたいなやっぱねこの便利さは最高なので、こういうケーブルレスだったりとか、あとはこのバックアップが取れるよみたいな機能のマイクをね出してもらえることをちょっとね祈りながらメーカーさんにちょっと要望を出していきましょう。僕もね使いたいからね。はい、ということで今回の動画ソニーのカメラないしマイクのお話でした。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと写真動画好きのコミュニティ屋根裏もやっておりますので、ぜひカメラ仲間作りたい方は入ってくれると嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。